きっとうまくいくは2009年公開のインドの映画。下町コメディ映画祭では3馬鹿に乾杯のタイトルで上映された。2009年の公開当時、インド映画歴代興行収入1位を記録した大ヒット映画。インドの工科大学の寮を舞台にした青春劇であり、コメディ映画だが教育問題をテーマにしており、若者の自殺率の高さなども取り上げている。2010年インドアカデミー賞では作品賞をはじめ史上最多16部門を受賞した。邦題のきっとうまくいくは本作のキーワードである Aal Izz Well を訳したものである。このフレーズの由来はイギリス統治時代のインドで夜警が街を見回りながら口にしていた言葉であるという。スティーブン・スピルバーグは3回も見るほど大好きだと絶賛しており、本作のスポンサーであるリライアンス ADA グループはスピルバーグの経営する映画制作会社ドリームワークスにも1000億円以上の出資をしている。ブラッド・ピットも心震えたとコメントしており、インド以外でも高い評価を受け、各国でリメイクが決定している。日本では2013年5月18日に公開が開始され、Yahoo映画作品レビュー5月19日付で1位。ピアの調査による公開初週映画の満足度ランキングも1位となった。第37回日本アカデミー賞では優秀外国作品賞を受賞。主演のアーミル・カーンは若々しい大学生役を演じたが、実年齢は当時44歳である。当初はもっと若い俳優を起用する予定だったが、カーンはぜひやりたい。やらせてくれるなら若く見えるように体を絞ると言い、撮影期間中は肌をフレッシュにするため水を1日4リットル飲んで臨んだという。また、R マドハバンも当時39歳、シャルマン女子も30歳だった。9月5日、大学時代親友同士だったファルハーン・トラージュは、同窓のチャトルから母校へ呼び出される。その日は10年前、ファルハーンらのもう一人の親友である、ランチョーとチャトルが10年後の今日に母校へ戻り、どちらがより成功したかを見せ合うという賭けをした日付だった。しかしランチョーの姿はない。ランチョーは大学卒業以来消息を絶っていた。チャトルはランチョーがシムラにいると告白。3人は車へ乗り、シムラを目指す。10年前、インド屈指の難関工科大学アイス。カメラマンを夢見ながらもエンジニアになるよう強要され、生きてきたファルハーン、恐怖心から祈りを欠かせない、ラージュ、探求心旺盛で強い信念を持つ、ランチョー、三人はルームメイトとなる。反骨心の強いランチョーは、理不尽な上級生や、教師、学校を支配する、ビールー学長にすら組みせず、自らの座右の銘、Aal Izz Well、うまくいくと唱え、思うままに世間の常識に反抗した。ある時、ランチョーと同類と目される4年生のジョイロボが首吊り自殺を果たした。苛烈な競争を強いる大学の教育方針を苦に、その競争から降りたのだった。ビールー学長が求めるのは、通知表に記される成績や就職率、順位など、社会が成功と呼ぶものばかりだった。学問ではなく、点の取り方を教える教育へ、ランチョーは疑問を覚え、真っ向から対立する。ファルハーンへとラージュは、そんなランチョーに引き寄せられ、何をするにも三人でいた。対して、ビールは、ファルハーンとラージュを、ランチョーと決別させるために策を講じるが、あえなく失敗し、三人の絆は、確固たるものへ変化する。ランチョーに引き寄せられるのは二人だけではなかった。学内で雑務をこなす少年、満蒙犯、ビールーの娘で医者を志すピアも、ランチョーの浮世離れした姿勢に触発される。一年の成績が発表される。ファルハーンとラージュは、ワースト1位と2位、対して、ランチョーは、チャトルを抑えて1位を獲得した。その後行われた集合写真撮影の途中、ランチョーとビールーは、ファルハーンか、ラージュが就職するか否かをかける。シムラのランチョーの家へ訪れた一行だったが、そこにいたのは、ランチョーと名乗る別の人物だった。部屋に飾られた写真は、紛れもなく10年前に撮影されたものだったが、蘭長の位置にはその男が座っていた。蘭長を名乗る人物の正体を突き止めるべく、ファルハーンとラージューは再度蘭長の家を訪れる。その男は、自らが本物の蘭長で大学にいたのは庭師の息子で、蘭長の家で使用人として雇われていた人物だった。幼い頃から学問に夢中だったことから、無学な蘭長の影武者として、アイスの学位を取得するために大学へ入ったのだった。事実を秘密にするのを条件に、蘭長がラダックにいると告白した。4年生になった3人。蘭長は相変わらず、学年首位を独走し、ファルハーンとラージューは万年最下位だった。どうして成績が上がらない？そんな二人の問いに、ファルハーンは高額ではなく、写真に見せられながらもそれをひた隠しにしているから、ラージューは臆病から神頼みになり、勉強に集中できないからだと笑って答える。それに対して、蘭長はピアへの恋心をひた隠し、バレないよう臆病でいると言い返される。ファルハーンとラージュは、蘭長がピアへ愛を告白すれば、父親へ、写真家になりたいと伝え、信仰の指輪を捨てて、面接へ行くと、酩酊ながらに宣言する。その直後、一行は、ビールウ宅を訪れる。蘭長は、ピアの枕元で愛を告白する。酔っ払った三人は、ビールウの魔手から逃れたものの、ラージュだけが顔を見られてしまう。後日、ビールに呼び出されたラージュは、退学を言い渡され、それが嫌ならば、蘭長を身代わりに差し出すよう命じられる。八方塞がりに陥ったラージュは、精一杯の抗議として、窓から飛び降り、一時的に全身が麻痺する危険な状態に陥る。入院中、蘭長とファルハーンは、なんとか、ラージュを復活させようと、退学処分の取り消しを伝えたり、パーティーを催し、果てには幸せな嘘をいくつも吐いた。ついに、ラージュは回復する。ファルハーンは、ある写真家から助手としてのスカウトを受ける。蘭長が、ファルハーンの写真をこっそり送り、それを気に入ったのだった。しかし、その道を進むには父親を認めさせなければならない。社会への体裁を気にして、ファルハーンをエンジニアへ仕立てようとする父親に、ファルハーンは正面から向き合い、説得に成功する。一方、車椅子での移動ができるまでになったラージュは、指輪を捨てて、面接へ赴く。成績の不振を尋ねられ、自らの恐怖心を、先の自殺未遂を交えて告白する。会社側に迎合しようとせず、自らの言葉を放ったラージュは、感銘を受けられ、その場で内定を得た。ラージュへの復讐を目論む、ビールは、彼を落第させるために難解な答案を作成する。ピアを通じて、それを察知した、蘭長とファルハーンは答案を盗み出すが、ラージは、自らの実力で合格してみせると、意気込む。しかし、盗みが、ビールに露呈し、三人は即刻退学を言い渡される。その夜、町は、道路が浸水するほどの豪雨に見舞われる。ピアの姉がそのタイミングで破水する。病院へ搬送することはできず、大学の娯楽室で多くの生徒を巻き込んでのお産を始める。掃除機を用いた即席の吸引器を持って出産に成功。奇跡的な出来事の立役者となった蘭長はそっと場を去ろうとするが、ビールに呼び止められ、退学の取り消しを言い伝えられる。その後、三人は無事卒業する。式の場で蘭長はそそくさと去っていった。それから10年間、ファルハーンとラージュは彼と連絡を取ることすら叶わなかった。途中でピアを拾い、蘭長に教えられた住所へやってきた一行。そこは小学校で生徒たちがあちこちで珍妙な発明品で遊んでいた。一行はついに蘭長と再会する。日本語吹き替え初回放送2016年1月1日0時45分-3、45BS ジャパン。新春シネマスペシャル本作は、チェットン・ボコットの2004年の小説5 Points Someone for What Not to Do at IIT が原作である。同じ小説を原作としている他の映画及び本作のリメイクを以下に挙げる。ありがとうございます。